さんこんにちは。ゆるせんネクストアイムーン、イエーイ。はい、ということで今回はルミムーンの皆さんにもっとアイムーンのことを知っていただこうということで、この企画を持ってまいりました。題して100室ならぬ20室やってみた。それではです。花子です。花香です。長所は？唇。負けず嫌い。手足が長いところ。長所は？足短い。おい、違う。お腹好きすぎ。最近ハマってること。アポロ。最近ハマってること。タピオカ。映画鑑賞。得意料理は？得意料理はオムライス。お菓子。ない。ない。好きな食べ物は？ナマコ、ヤンニョムチキン、フライドポテト。好きな曲は？平井大さん、ブラックピンク、アリアナグランデさん。今までで好きなラウンドは？ラウンド4。ラウンド…5。生まれ変わるなら何になりたい？ドラえもん。自分。お気に入りの写真は？はい、これこれこれ。もし魔法が使えるなら？空を飛びたい。何を食べても太らない透明人間。メンバーの人家にご卒業するなら？アミちゃん、ひなち、はるかちゃん。メンバーを恋人にするなら？さきかえみちゃん。好きなタイプは？イケメン。かっこよくて優しくて男らしい。面白い人。ロンゲ。はい、言いますね。かっこつけっぽい人。陽キャの人。プランされた人数に絶対の人数や。どっさり分かる。やってない。本当にゼロの人。デート行くならどこ行きたい？海。横浜。言い方ない。運動会、バーベキューとディズニー。ディズニー。ふぅー。リムーンに一言。I love you。 We love you。 I love you。 じゃあ1チーム目でした。バイバイ。